ガリシア州内の位置、カルバージョは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデー・ベルガンティーニオスに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は3万1366人で、ある。住民故障は、カーベイエス・エサ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.66%。カルバージョは、アコルニ県の西部に位置し、 コマルカデベルガンティーニョスに属する。北は大西洋に面し、隣接する自治体は、東がアララーチャ、アルテーショ、セルセーダ、南がトルドヤ、西がコリスタンコ、ポンテセソ、マルピカデベルガンティーニョス。自治体の中心はカルバージョ教区のカルバージョ地区。カルバージョはカルバージョ四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。 住民は18の教区の320の地区に居住する。今日のカルバージョの領域に人類が定住し始めたのは、有史以前に遡り、ラソ教区では、旧石器時代のものとされる石器が発見されており、これらは現在アコルーニャのサントアントン城内に設けられているアコルーニャ考古学博物館で見ることができる。巨石文化時代については、ペドラデモーラのドルメンが、 アルデムンで教区に残されており、カストロ文化時代にもこの地に人類が定住していた証となっている。自治体としてのカルバージョは1836年に創設されている。自治体主張はガリシア民族主義ブロックのエベンシオ・フェレーロ・ロドリュゲス。自治体表議員はガリシア民族主義ブロック、10、ガリシア国民党、8、デガ、2、ガリシア社会党、1となっている。 カルバージュは18の教区に分けられている。太とは自治体の中心地のある教区。ありがとうございます。